テオドリコ、テオファビは、ミラノ出身のイタリア人、レーシングドライバー。1982年から1987年まで、会一に出走。1983年から1995年まで、インディ500にも参戦した。1982年開幕戦の南アフリカ GP で、トールマンより、会一に参戦。第4戦のサンマ割の GP で、 初めて予選を通過し、デビューとなった。この年、予選通過は7回、予選不通過は7回、入賞はなし。1年の F1945、1984年は、ブラバムより参戦、アメリカ東 GP で、初入賞。3度の入賞を果たし9点を獲得、インディ503戦などにより5戦に不参加。代役は、弟のコラードファビが務めた。 トールマン TG185 をドライブするファビ1985年にはトールマンに戻り参戦するもチームがどのタイヤメーカーとも契約できなかったため開幕からの参戦には参戦できなかった。その後第9戦ドイツ GP にて初のポールポジションを獲得した。これはトールマンチームとハートエンジンにとっても初の PP 獲得だった。しかし決勝では マシントラブルのために結果が出ず、無得点でシーズンを終えている。1986年はチームに残留したが、チームはベネトンに名称を変更した。第12戦オーストリア GP、第13戦イタリア GP では連続 PP を記録したが、信頼性の低いマシンのためにリタイアが多く、ドライバーズポイントは2点に終わった。この年、チームメイトのゲルハルトベルガーが、 チーム初優勝をもたらした。1987年もベネトンに残留し、フェラーリへ移籍したベルガーに代わりチームメイトは、ティーリー・ブー・チェンとなった。ポールポジションの獲得はならなかったものの、堅実にポイントを重ね12ポイント獲得した。しかし、その開発手腕を買われて、アメリカのチャンプカーワールドシリーズのポルシェエンジンプロジェクトに移ることとなり、囲碁界一のシートを得ることはなかった。 1983年にインディカーシリーズにデビュー。インディ500ではデビューイヤーにポールポジションを獲得し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝く。1988年にマンを持たして参入したポルシェのナンバー1ドライバーとして、1984年以来のインディカーシリーズ参戦を果たした。なおその後も1983年から1995年まで、 インディ500に参戦した。1991年には、スポーツカー世界選手権のジャガーのワークスチームのドライバーとして、ジャガー XJR-12 と、ジャガー XJR-14 をドライブし、チャンピオンを獲得した。なお、ルマン24時間レースにおいての優勝は叶なわなかった。ベネトンの手をファビ。来季はインディに転向か。 グランプリ1987年スペイン GP 号28ページ3回道1987年10月15日発行津川哲夫会 -1 グランプリボーイズ賛水車、講談社1988年2月1日ありがとうございます